はい、どうも、あやこ侍です。天水の桜姫実況、パート4やっていきたいと思います。いやお米がここまで大きくなりましたよ。はい、ありがたいことに。いや実際ね、僕、まあ、実家戻ってたんですけどもね、畑、農作業ではないんですけども、なんだこれ。あ、そういうこと？これどうすんだろうな、あ、調べる。ああ、すごい大きい。あ、肥料か。なるほどね。ああ、なるほどね。へえ。あ、ここで肥料を作るのか。なるほどな。とりあえずもうちょっと水入れますか。こんなもんかな。よし、行きましょう。早速。満腹度はまあいいか。仕事、ね、他の地域前回行けるようになって、これはマンガ道というところちょっと行ってみますか。バンガ道？マンガ道？どれもにやろう。バンガ道ですか。あいた！これまあなんか暇な時にアクションをやるような感じになってくる気がする。銅鉱石、へえ。よし、 OK。よし、そう、これ壊せるんだけどね、壊せるのはいいんだけど、よし、ああ一回壊れれば、よし、おお、木材が手に入ればいいんだけどな。手に入んねえかな。よし、そろそろなんか終わりに近づいてきてる気がする。よし、よし、そい、そい、そい、よいしょ。よーし、オッケー。よし、そい。よし、オッケー。ハトのマーク。地獄のほら、へえ。
とりあえず行くか。地王の風呂なんて行けるんだ。へえ。あ、こっちなんだ。地王か。なるほどね。とりあえず飛び石、とりあえず木材があと1個あればいいんだよな。とりあえず木材を集めよう。話はそっからだ。で、多分これね、あれ？あ、そういうことか。木材を1個拾ったら、とりあえずもう一旦た、まあ、サブミッションみたいなのクリアできるから、まずは木材だよ。ああ、もう手に入った。早かったな。もう木材手に入ったからもう終わりでいいんじゃね？ダメ？多分ダメだね。まあ、食材に感謝をして、食べるときはね。いただきます。ごちそうさまは大事なんですよ。命をいただくってのは当たり前のことじゃないですからね。冷え、なるほど。よし、 OK。こんな、こっち続いてたっけ？忘れちゃったけど。アーマーだ。よし、オッケー。長いよ。お、堆肥が完成した。肥料は大事だって言うからな。まあ、僕農業経験ないから分かんないけど、農業経験ないから僕には分かんないですけど、よし、これだっけでしょ。どんな肥料ができたかな。まあ、肥料を作るのがちょっと遅すぎたかな。お？みんないない。どこ行ったんだろう。お？まあ、草抜きして、やっぱ定期的な草抜き大事だからな。よいしょっと。こんなもんかな。どこ行ったんだろう。とりあえず夕飯を食べましょうか。いただきます。省略。朝まで休む。
おお、収穫です。ありがとうございます。田んぼ収穫すごいね。収穫の前にだ。火事場ができましたね。よし、火事場を見てみるか。え、なんか作るかや。二かげのみわらうち大元の、あ、トンカチか。任せろ。これで武器装備できんじゃね。おお、さあ念願のお米です。念願のお米ですってなんだろうな。あ、イナゴ収穫タイム。水は抜いていきましょう。じゃあ水抜きましょうか。はい、これ水は抜き終わったね。いや、これすごいね。綺麗だね、田んぼが。よいしょ。ちょっといい、いいアングルねえかな。いいアングルねえかな。ここだな。はい、じゃあ、刈りましょうか。刈り取る。いや、米農家ってでもね、でこれ刈り取るっていうのは結構ね楽しいんですよ。それが僕もこう稲刈りやったことあるんですよ。この稲刈りがね結構楽しいんですよね。おう、まあどれぐらいの米の出来なのかがちょっと分かんないけど、終わり終わり、完了。で、拾って干す。次の工程。少しでね、移動しました。イナゴで脱穀するんだな。脱穀します。こぎ橋を使います。ああ、なるほどね。下やって Y 右左だな。一国の女王様がこれやってるっていうのがちょっとシュールなんだけど。すげえ散らばってるけど。なんか完了。これはこれで
大変な仕事じゃのう。で次がもみすり。よし、時にをつけます。これ上下だな。いやもう米、今玄米でしょ。一部好き、やっぱ最高の米は食べたいよね。米、今最高の米にしております。しばらくお待ちください。まあ、カットでもいいぐらいだね。あ、キネウス米付きの達人。えいや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 。はい、とりあえず白米にするまで、カットします。まあ、とりあえず5分好きまでちょ動画収録して、一旦収録を切って、くぶ動きぐらい、くぶ好きぐらいからまたやり直したいので、カットします。それでカットです。溢れる美しき輝き。はい、完了しました。いやー、白米にするのに結構時間かかりました。はい、お新米完成、素晴らしい。私はイマイチだったな。あ、イマイチだったんだ。本当だ。まあ1年目にしてはまあ十分でしょう。咀嚼、標準、潜水、日照が 4% だったんだ。なるほどね。なるほど。もうイベントだね。なんとか収穫を迎えましたな。しかし少しは強くなれたが、少ない実りだったの。来年分の種もみを差し引くと、考えなしに職には回せませぬな。だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだの。はい、ということでね、まあなんとかなんとかなったのかな。あ、ここが寝るところか。あ、細かい。これこれ床にやってるときは素足になってるけど、ちゃんと外に出るときはちゃんと靴履いてる。靴っていうか草履か。よ、まあこれで、まあなんだなんだ、イナゴ、どんぐりをつかむ、あなんだ、間に入らなければ行くつもりなんてな。まあ子供なりのなんじゃ、長さを埋めてくるの良いのじゃぞ。まあちっちゃい子なりのね、ちっちゃい子なりのっていうか、まあ子供なりの
励まし方ですよ、簡単に言うならばね。まあでも道具はね、一応ある程度こさえてくれたから、まあなんとかなりそうなんですけれども、いやー、どうなるかなこの後、どうなることやら。はい、なんか作るかや。まあ道具がないからダメですね。まあ、僕もね、地元鉛があるのでね、まあ僕自身にそんな鉛は出ないんですけど、鉛があるようなところ、僕茨城なんで結構鉛が出る時があるんですよね。僕は僕なりにっていうか、まあ鉛出る時があるんでね、あれなんですけれども、なんかこういう鉛を聞くとなんか落ち着くんですよ。なんかいいなーって。だからね、田舎は大事にした方がいいんですよ。ということでちょっと早いですけれども、ここでね、パート切りたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。また概要欄の方に、他の実況の方も載ってますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。